ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。交流戦、最後の3連戦を振り返るの時間です。そうだね。うん。まあ、これでね、交流戦が終わって、まあ、結果から言うと、楽天優勝したという。おめでとうございます。ね、おめでとうございます、これで。まあ、最後、ハラハラしたけどもね。最後の最後までね、どうなるんだろうっていうような行方でしたけれども。ね、まあ、楽天逃げ切ったというね。ね、見事優勝ということで。はい。はい、おめでとうございます、ね。はい、それで冒頭でちょっと言っときますけども、うん、今回いろんな出張だとかいろいろ重なって、うん、あまり見れてないところがあります、正直言うとね、はい、うん、でまあその中でちょっと一生懸命まとめたんで、そう、見れてない試合も一生懸命追ってね、そうね、豊さんが見たので、はい、その中でねちょっと、はい、内容的にちょっと薄くなるかもわかりませんけど、うん、ご容赦ください。それなりにちょっと頑張ってみたので、はい、よろしくお願いします。そう、温かい目で見てください。はい、はい、で、神田ちーちゃん今日もよろしくということで、よろしくお願いします。空港のね、うん、検査場の人が、あ、そうそう、あれ神田ちーちゃんですかみたいな、あなたが神田ちーちゃんですかって言って、ね、とか言われてね、はい、今日も見ますからって言うんで頑張ります。まあ、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは結果から、はい、こうなりました。はいはい、これでね、引き分けの試合が1試合だけあって、まあそうだね、うん、あとは楽天と広島が、広島が 2勝1敗の勝ち越し、はい、ソフトバンク阪神はソフトバンク2勝1敗の勝ち越し、はい、日本ハム巨人は巨人の2勝と引き分けが1試合、はい、はい、オリックスとヤクルトがヤクルト2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテ中日はロッテの2勝1敗の勝ち越し、はい、西武と DeNA は DeNA が3連勝ということになりました。はい、そうだね、はい、まあ交流戦見てるとどことどう当たっていくのか、うん、どのタイミングで当たるのか、うん、まあいろいろこうあるね、やっぱり ね、タイミングがね、タイミングはね、はい、ということ で、はい、まずは楽天と、うん、そうそう、交流戦最後の3連戦ですが、阪神日本ハムの試合が1試合だけ残っていて、ああそうだね、うん、まだあるね、あるんですが、はいはい、まあ、3連戦ということで終わるチームはその阪神日本ハム以外はこれで交流戦が終わりということですね。そうだね、はい、はい、で楽天対広島、うん、この楽天対広島すごい、まあお互い状態のいい同士で当たるしね、あだから面白い試合になるし、楽天は優勝をかけてというね、うん、いうこともあったんで、まあ、どういう試合になるかっていうのがね非常に楽しみだったんだけども、うん、まあ楽天早川小蛇松井、うん、広島大瀬良玉村アドア、はい、1試合目1対0広島ね。でもねこれ本当に早川、楽天のエース、うん、広島大瀬良エース、うん、まあなんか意地の張り合いというかね、まあ早川がやっぱこう見事だったというかさ、うん、まあ10回、はい、117球4安打11奪三振、うん、1つのフォアボール、うん、無失点という ね、 ね、まあ勝たしてやりたかったなと思うぐらい、ね、まあ力投してたし、うん、低めに本当に丁寧に投げてて、すべてのボールが低めに集まってたというね、うん、まあ、非常に状態も良かったんで勝たしてあげたかったというね、大瀬良、はい、7回111球7安打5三振の無失点という、うん、だからまあ本当に楽天の方はプレッシャーもあったと思うんだよね、野手陣にね、うん、やっぱ打たなきゃいけない、勝てば優勝に近づくということで、うん、まあいろいろプレッシャーもあったんだろうけども、まあこの試合では決勝点1点を挙げたのが矢野という ね、決勝犠牲フライという、うん、まあことで、まあ、勝利を収めたんだけども、はい、まあ、矢野がここのとこね非常に躍動感もあるし、うん、チームの中のポイントを握ってるような選手、成長してきてるよね、ね、で守備でもね、はい、いいところがあったりありましたね、うん、はい、まあ、という1試合目、まあ、海の苦しみ、うん、やっぱこうどんな、試合でもさ優勝がかかるとねやっぱちょっと雰囲気は変わってくるよね、うん、だから、まあ、そういうところでちょっと硬さもあるのかなというような感じがした1試合目だったんだよね、はい、で2試合目は、うん、先発が小蛇と玉村、はい、これは2001年生まれの同級生対決ということでね、うん、でまあ4対3、はい、玉村、ね、6回90球8安打、うん、3奪三振1四球の3失点、うん、小蛇
6回、108球、9安打、4三振、1四球の4失点、うん、ねえ、まあ同じような投球内容でね、まあこう数字見るとね、まあキャリアが勝ったかなという感じがするんだよね、玉村の。まあ小沢大学から玉村高校からというね、うん、まあプロで生活したあの期間が、うん、まあ玉村の方が長いんで、まあその差が出たのかなという感じもするけども、小沢投手は ね、 小沢ね1年目ですからね。まあそうだね、うん、で2回、はい、二股秋山のタイムリーで広島の方は2点、うん、で6回には坂倉堂林のタイムリーで、まあ、それぞれ2点ずつ上げて、うん、まあ、計4点を取るということで、はい、まあ、堂林がちょっと帰ってきたというのは広島にとってはまた大きな、うん、プラス材料にはなるかなというね、うん、まあ、非常に、なんて言うんだろうな、バットスイングも速いし、うん、まあ、こういう選手がやっぱりいてくれると、まあ、大きいなっていうふうには思うよね、うん、はい。で3試合目、はい、まあ、優勝を決めた試合は5対3、ねね、楽天リードしてね、まあそうだね、うん、まあ2回にね、はい、エラーが2つあり、まあ痛い失点をするんだよね、うん、で、まあ、広島の方はね、うん、で、まあ、3点を先制されるという、はい、で3回にはこれが大きかったな、鈴木大地がツーランホームラン、うん、4番のね、はい、これで今一気に5点、うん、まあこう突き放したということにはなったんだけども、うん、この試合はね、これオープナーかなんかブルペンデーにしたのかどうかわかんないけども、うん、7人で逃げ切るんだよね、楽天の方ね、そうそう、うんうん、まあ、先発が松井、はい、で2番手湯気、うん、鶴崎、鈴木、孫、うん、孫くん、うん、酒井、うん、則本、はい、うん、ソンチャーボね、うんうん、則本7人でまあ逃げ切るという形を取ったんだけども、うん、まあ見事にこれで優勝とね、でね、優勝するにあたって非常にあの、うん、目についた選手っていうのは、まあ、全員頑張ったんだけども、はい、やっぱ大郷が頑張ったし、うん、辰巳が良かったし、うん、でまあピッチャーで言えば早川、うん、すごい良かったなっていうふうに思うね。なるほど。で一回こうファームに行って調整をして上がってきてから、うん、ものすごいやっぱこう精神的な強さも感じるし、うん、充実度っていうのがあるんだよね、はい、まあやっぱこう優勝に貢献できたのはやっぱ早川のなんか投球でもあり、うん、まあ小郷だとか、辰巳だとか、うん、また大きかったのはやっぱ鈴木大地の4番っていうのも大きかったなっていうふうに思うよね、うん、ちゃんとその4番の仕事をね、まあそうだね、最後の試合でも、まあ、自分でもびっくりというふうには言ってるみたいですけど、で、フランコが時々絡んでくるという ね、 ね、だから非常にいいバランスで、うん、まあ非常にキャッチャーの太田もね、あ、いいところで打ったりとかもしたりとかしたし、はい、だから非常にバランスよく、またそのなんていうの、ボールの選択肢の仕方、うん、ここは打っていくのか打たないのかとか、非常にこう一球一球が、うん、なんかその試合を作っていったというようなね、うんうん、で一球一球がなんか打線の流れを作っていったというか、うん、そういうものが、まあ、今井監督のやりたい野球なのかなっていうのがすごく見えた、うん、交流戦だったかなというね、言葉を感じました。だから後半戦 もね、まあ、この状態で頑張ってほしいというふうに思いますねえ、はい、だって今井監督は就任1年目の快挙ということ で、うん、で球団創立20年目の節目ということで、あ、そうだね、優勝、交流戦優勝です ね、はい、ね、ともかくおめでとうございます、はい、はい、おめでとうございます、はい、で続きまして、うん、ソフトバンク対阪神タイガース、はい、ね、ソフトバンクモイネロ、東浜、石川で、阪神の方は伊藤、B、才木というね、うん、1試合目は2対0、ソフトバンクもね、やっぱり優勝の目があったし、あの負けれないということで、ね、で1試合目はモイネロ、うん、ね、7回109球、6安打、うん、12奪三振、やっぱこう阪神はちょっとここのところ三振が目立つね、うん、そうですね、で1四球の無失点というね、うん、で伊藤8回、はい、103球7安打1三振
2失点という、うんうん、この試合で、勝負を決めたのが広瀬の1号ツーラン、うん、まあ、5回に飛び出したというね、はい、まあ、KO ボーイ、うん、やるやんかみたいなまあそんな感じなんだけど、はい、ね、KO 出てね 1年目ね、1年目、うん、ね、まあ、1号ホームランということは、ね、プロ入り初ホームランだ、ね、これがやっぱり慶応高校から慶応大学の本当生粋の慶応ボーイですね、うん、この子はあの幼児者から行ってんじゃないかな。あ、そうなんですか。そうそうそう、だあの初めてなんだよね、慶応から幼児者からプロに入ったっていうのが、すごい、まあ、慶応から入ってるのはね、慶応高校慶応大学から入ってるのはいるんだけども、うんうん、幼児者からプロまで行ったっていうのは、うん、多分広瀬が初めてじゃないかな。へえ、うん、すごい生粋の慶応ボーイだよ ね、本当のボーイの頃から、ね、いや本当だよね、はい、やりましたよ、うん、一応ツーラン ね、それを守ってくれるピッチャー陣もいるからね、ちゃんとね、うん、だからまあ強さを感じました。本当ね、ただ阪神の方はやっぱ三振が目立つのと、うん、ここ一本でやっぱこう出ないなっていうような感じがするよね。うん、まあそういう試合でした。はい、で2試合目、うん、6対2ソフトバンク、はい、まあこの試合初回近藤のスリーランホームラン、うん、ノーアウト1、2塁から、はい、栗原がきっちり送るんだわ、うん、ね、山川三振に取るんだけどまだ近藤がいるという、ね、でソフトバンクの強さっていうのは近藤を5番に置いてるからじゃないかっていう説がもうたくさん出ていてねでやっぱ山川が返さなかったら近藤がいるということがやっぱ一番大きいと、うん、それとまあ柳田がね、うん、今故障して3番に栗原を使ってるけど、はい、まあ、柳田だったらバントはさせないと思うんだけど、うん、ここら辺でやっぱこう戦力がダウンしてる時に、うん、栗原がきっちり送って点数を取っていけるっていう強みがあるよね、逆に、うんうん、まあそれは柳田がいて、柳田がいてこうなんていうの、ヒットでとかホームランだったら一気に勝負を決めるような大量点にもなるんだろうけども、だけど栗原がいるということで、うん、やっぱ確実に点を取っていけるというね、うんうん、いうところもなんかこう強みやなと思ってさ。なるほど。で5回には笹川、はい、プロ初ホームラン、うん、ね、ソロホームランなどで、まあ、追加点を挙げるという、はい、だからこの笹川っていうのも、うん、プロ入り初ホームランというね、ねー、うん、いやすごいよなやっぱな、ねえ、なんかちゃんと結果が出てすごいですね、うん、ねえ、で東山が6回を5安打1失点、うん、はい、でビーズリーが4回3分の1を6失点ということで、うん、まあビーズリーは非常に良かったんだけども、うん、阪神の頼みの綱でもあったんだけどもね、はい、まあここちょっと崩れてしまったということで、うん、まあ返す返すももう初回の今度のスリーラン、うん、まあこれでちょっと重くなるよね、うん、まあ、阪神は点が取れないで来てるんでね。そうですね、はい、まあそういう2試合目でした、はい、3試合目4対1、うん、阪神お返ししましたね。ね、初回に前川が満塁ホームラン、すごいね、ねいやーやるなでね、うん、やっぱ最近、うん、やっぱすごいね、うん、日曜日負けないもんね、阪神がなんかもうずっと勝ってる勝ってるね。 そうだな、うん、で7回117球5安打9三振無四球1失点というね、はい、で一方石川5回90球4失点、うん、ね、まあちょっと点を取られすぎだけども、はい、でもこのやっぱ満塁ホームランとかホームランは効くな、ね、うん、それでこの日前日ぐらいからまあ佐藤を4番にしたり、うん、で近本を1番に戻したりとかして、うん、元の阪神の姿にだんだん戻りつつあるかな。そうですね、それで交流戦明けには大山が戻ってくるんじゃないかなと思ってて、うん、だからこれがこうきっちり揃ってくると、うん、まあ、阪神の追い上げ体制が整ってくるという。そうですね、まあ、この日阪神は4安打で勝つんだけども、うん、はい、まあまあヒットの本数はね、うん、寂しいけども、うん、まあ徐々にだけども本数は増えてってるよね、うん、でこの日佐藤、
里照も2安打打ってるし、1人だけね、はいはいはい、まあ、4番に入り、うんうん、だから、まあ、状態も徐々に上がってきたかなという感じはします、はい、ね、だから阪神もなんか追い上げ体制の体制が少しずつ整ってきたという、うん、まあ、そんな感じです、はい、でソフトバンクは相変わらず強いということで、ね、まあ、優勝は逃したけどもね、うん、今日の試合は勝ったら、勝ち勝ちだったらソフトバンクだったんじゃないのかな、ね、前年度とか、まあ、そういうのがあるし、はいはい、まあ、ちょっと惜しかった試合を落としたね、はい、まあ、それにしても最強はすごいな、すごいですね、うん、どの球団に対しても同じような投球がきっちりできるというね、うんうんうん、まあ、この日はもう初回から満塁ホームランで援護点があったんで、はい、まあ、少し気持ちの余裕というか逆に焦りがあったんじゃないかなっていうのは気もするけどね、落ち着かない焦りが取ってくれたのみたいな、まあ、そういうことがあったと思うけども、はい、まあ、見事に投げ切ってね、うん、勝ちました、はいはい、ちょっと阪神心配なニュースが、はい、木浪選手がねちょっと肩甲骨骨折ということでね、デッドボールで、デッドボールな、ちょっとね、うん、どのぐらいかかるんでしょうね肩甲骨って。まあその骨折の度合いにもよるけどもね、そうですね、うん、まあ小畑に頑張ってもらうしかないし、うん、ねえ、ショートというポジションというのはなかなかできないからね、うん、うん、代わりがいるって言ってもなかなかやっぱ難しい。まあ小畑だったらきっちりやってくれるとは思うけども、ね、うん、なのでね、そういったところもちょっとね体制整えつつある中で、まあ、一つ心配なニュースでしたが、そうだね、はい、はい、まあちょっと早い復帰をね、ねえ、本当に、まあ、祈っておきます。はい、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 ということで次日本ハム対ジャイアンツ、日本ハムは山崎、八谷、はいはい、金村、うん、加藤、はい、巨人は戸郷、グリフィン、菅野、1試合目7対2巨人、まあ、DH に入った坂本が、うん、まあ、2回ソロホームランで先制というね、うん、で吉川が5回、まあ、3ランホームランを打つんだけども、はい、このね前の2打席っていうのはね、うん、空振り三振見逃し三振してるんだよね、うん、で共にちょっとチェンジアップを意識しさせられてるというか、うん、まあ、そういう形でちょっとタイミングが全く合わなかったんだけども、うん、3打席目にそのチェンジアップを狙ってたな、あれ完全に、それをこうホームランをして、まあ、スリーラン、うん、まあ、このスリーランがこう大きかったかなという感じがするよね、うんうん、そうですね、このね、うん、中盤にね追いつかないとっていうところでね、まあそうだな、突き放されるとちょっと日本ハムも厳しかったですかね、はい、まあ、打撃力はあるんだろう、まあ、巨人の戸郷といえば巨人のエースだしな、そうですね、ただその中で、まあ、反撃を見せたのが、うん、水谷が4回に3号ソロホームラン、そうそう、水谷すごいな、しかし絶好調ですね、で松郷がまだホームラン打ってなかったんだよ、意外でしたね、1号、うん、1号7回にソロホームランを打つんだけども、はい、技術があるな、インサイドのボール、ね、あのファールになるかなと思ったらやっぱ体の回転をさ、加えながらバットを抜きながらホームランにしていったという、あれはそういう風に打ってるように言ってるんですね、いやだからもう技術なんだよね、あれがこうボールが切れないという、それがすごい、全くまっすぐ行くか、もう逆に言えばスライスしてるというような ね、まあ、ホームランだったけどやっぱ見事だったな、うん、あやっぱ技術がある選手は見てて楽しいよねいや本当に、ね、はい、で戸郷がね、関東で勝ちました、そう、ね、なんか関東増えてませんか、まあ、関東増えてるな、ただちょっとね球数を知ると投げすぎかなっていうような感じはするんだけども、ね、まあ、9回134球、うん、4安打9奪三振、うん、まあ、2四球2失点というね、なんて言うんだろう、130球超えると多いな、ちょっとやっぱり、そうですね、あんまりデータ的に見ても、うんうん、前年度130球以上投げてる試合が何試合かあると、うん、次の年に疲労が抜けないっていう説があるんだよね、データ的にはね、なるほど、だから120球台で止めとくといいのかなっていうのは、そのなんか数球が、いやなんかね、結構違うんですね、全然違うらしいんだよ、データで見るとね、へ、ちょっとまあ来年が心配というか、今から来年のこと心配してもしょうがないんだけど、う
ちょっと投げすぎてるかなという感じがするね。なるほどなるほど。で矢野崎幸也、うんね、5回6失点、はい、まあ、珍しくそうですね、ゲームを作れなかったという試合でした。はい、はい、で2試合目、うん、2対0、はい、巨人、まあこれ結果から言うと、うん、岡本が9回に決勝ツーランホームランというね、はい、まあ、まさに4番の仕事をしたという、うん、ことなんだけども、はい、まあグリフィン、うん、ね、よく投げました。まあいつも前半でね捕まってどちらかって、まあ、マウンド降りてたのが8回3分の2、うん、113球5安打9三振無失点という、ね、だからもう完封できるかなと思ってたのよね。四死球なしでね、うん、そう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 、ね、うん、そしたらマルティネスが内野安打打ったんだよねショートに、うん、でそれがやっぱり阿部監督嫌だったんだろうね。なるほど、うん、それとグリフィンがこの日は良かったけどもやっぱ前回とかなんかちょっと崩れるポイントみたいなのがあったんじゃないかなっていう、うん、そういう嫌な感じがしたんじゃないかなと思って、なるほど、バルトナードで変えたよね、うん、まあこれはね俺やっぱり向こう正解だったと思うよ、うん、やっぱ勝つを優先したというかさ、うんうん、まあ完封というのはやっぱり信頼度が置けるピッチャーで点数があったりとか逆に言えばね、はい、行ってみみたいなことはあるけどもやっぱり2対0、ね、でせっかく4番が打ってる絶対勝ち試合にしなきゃいけない、うん、でまたタミヤ、うん、ねこの日もグリフィンからヒットは打ってる、うん、嫌な感じがしたんだろうね、うん、だからバルドナードを持っていったというね、はい、まあ見事な継投でまあ完封の継投になったけどもね、はい、で一方日本ハム、うん、金村も良かったんだよね、うん、ホームラン打たれるまでは、はい、で8回119、9アンダー、5三振、2失点というね、うん、まあグリフィンと投げ合ってたけども、うん、まあちょっと岡本に投げたボールは少し高めに浮いたかなというね、うん、ちょっと疲れを感じたかなという感じはするけども、うん、でも立派な投球だったなって、うん、ねえ、うん、この日は両チームとも四死球ゼロですね。そうなんだよ、うん、なあだからやっぱこう締まったゲームになるというかさ、ね、だから新庄監督もやっぱこういうピッチングをしてる金村には勝ち投手をつけてやりたいなっていうことで、うん、やっぱ引っ張ったんだと思うけどもね、うん、まあ岡本の方が一枚上だったかなという感じがするね。はい、はい、で3試合目これは3対3の引き分けになりました、うん、ね、岡本が状態を上げてきたねここに来て、うんうん、で岡本4回12号ツーランホームラン、はい、ね、で万波6回に9号ソロお互いのホームラン打者がちょっとずつ状態が上がってきたというね、うんうん、まあ、万波もちょっとあの右の方向に打ってね、うん、きっかけを作るかなというようななんか感じは全然今まで引っ張りで言ってたのが、うん、ちょっと雰囲気が変わってきたぞみたいな、うん、まあ、そんな感じがするしね、まあしかし8回まあヘルナンデスがまあその前逃げ切るかなと思ったんだよね継投で、うん、日本ハムが1点リードの8回ヘルナンデスが3号で同点ホームランというこの前に岸田がねレフト線にねちょっとツーベース気味のヒット打ってんだよね、うん、それを磯端の好返球で、うん、セカンドで刺したんだよ、うん、でツーアウトランナーなしね、あとアウト4つなんだよ、うん、ね、だからもう2アウトになったらああよかったとそしたらヘルナンデス打たれたとええみたいなちょっとね爪が甘かったなやっぱりな、うん、うん、まあただこの試合は、まあ、3対3から両軍の、中継ぎ陣が頑張ったね、うん、この試合はね、ね、うん、だから日本ハム、まあ一つは勝っときたかったなという感じがするよね。そうですね、ちょっと引き分けでね、そうだね、うん、で、まあこの交流戦見ててまあ巨人の方はまあ岡本次第で坂本次第っていうところがあったんだけども、うん、まあ坂本をこう DH に入れたりとかしてね、うん、まあ少し休ませることもできたし、うんうん、で岡本この交流戦の後半に向けて状態を上げてきたっていうのが、うん、まあ、一つの収穫かなっていうふうに思うよね。なるほど。それとやっぱ萩尾とか
まあ、若手がまあ躍動してきてるし、うん、まあ、伊豆口もホームラン打ったりだとか、まあ、停滞エラーはあったにしてもなんかこう結果を残せるようになってきてるということから考えると、うん、まあ、成長率は感じるよね。で日本ハムの方、はい、日本ハムの方は少しちょっと停滞気味になってきたのは、うん、中継ぎ陣がちょっと頑張れなくなったな、はい、ピッチャーちょっと疲れが出る頃ですか。そうだね、やっぱりね、先発と違って中継ぎっていうとね、河野とかもそうだし、はい、田中正義、うん、ちょっとあんまり良くないし、うん、まあ、杉浦、うん、まあ、天才ところで一発食らうとかさ、うん、だからまあここら辺のちょっと整備が必要かなっていうね、うん、まあ、野手陣はねそれぞれのこうなんていうの持ち場を緊張感を持ってやってる姿っていうのはすごくいいしね、うん、だから中継ぎ陣がちょっと疲れてきてる、ここら辺の整備が必要かなっていうふうにはちょっと後半に向けては感じるね、うん、はい、はい、続いてオリックス対、ヤクルト、はい、オリックスはカスティーヨ、東、山下俊平太、うん、でヤクルト奥川、サイスニード、ヤフーレ、うん、まあ楽しみなピッチャーが投げてくれるよねこれもね、で1試合目、うん、ね、5対3、はい、ヤクルト、奥川おめでとう。ねえ、ね、もうね、5回、もう5回、はい、79球、うん、7安打、3三振、無四球1失点という、ね、まあ、実に3年ぶりの勝利、涙してました。もうね、すごく気持ちが伝わりました ね、まあ、そうだね、うん、それと、まあ、ロッカーでも泣いてたみたいだけど、うん、頭を小疲れ笑われみたいなからかわれとか言う、どういうまあまあなんかちょっとまあ可愛いよね、うん、やっぱ苦しんだんだろうなっていうふうに思うし、不安だったでしょうね、まあ不安だったんだろうしね、うん、でも投げて勝てたという、やっぱ奥川っていうのは勝ちを持ってるし、うん、まあ、勝てるピッチャーだねやっぱりね、うん、それとやっぱこうコントロールがいいわやっぱ、うん、やっぱ虫食いで来るというところがね、久しぶりの登板でも、うん、まあ、ここら辺がやっぱり非凡なものがあるんだろうなっていうね、そんな感じがしました。みんなねこの登板はすごく楽しみにしてましたのでね、まあそうだね、無事勝ててよかったです ね、うん、で村上が初回先制タイムリー、うん、ね、3回にはサンタナとか、のタイムリーがあって、うん、まあ4点を取ってくれるんだよね、はい、うん、だからまあ順調に点も取ってくれたし、うん、まあ大体5回までかなというふうに思ってたけども、はい、まあ、きっちり5回を投げ切ってね、うん、1失点で抑えたというのはやっぱ見事だったね、うん、でオリックスの方、はい、その1失点というのは杉本の1号ソロホームラン、うん、まあ、実に久しぶり、はい、で杉本が帰ってきた、ね、でこの日は3安打ということで、はい、まあ負けたにしても、うん、まあまあ杉本が結果を残してくれたということがね、うん、まあ一つの朗報だったかなというオリックスにとってはね、はい、うん、まあそんな感じがしました、うん、はい、で2試合目ね、9対3、オリックス、うん、まあ、3回、まあよく出てくるね、西川のスリーランホームランなどで一気に4点、うん、はい、ね、3回にね、まあこの日はねオリックスが19安打するんだよ、ね、1番茶野3安打、2番足立3安打、うん、太田3番3安打、うん、西川は2安打3打点、うん、まあ、紅林、西野も続いてくるという、ね、まあ、1、2、3番が、ね、3安打ずつ全員猛打賞、これは負けるはずがないんだけどもさ、はい、まあ、だけどメンバーがオリックスは整ってきた、うんうん、ね、で野手は、まあ、茶野も戻ってきてるし、うん、足立も戻ってきた、まあ、太田は戻ってきてからすごく頑張ってきてるし、うん、で昨日は杉本、で、まあ、西川も相変わらずいいし、で紅林が続く、まあ、西野は今年調子がいいという、うん、だから非常にいい感じでね、オリックスは野手が戻ってきてる、で森も戻ってきてるし、うん、だからすごく野手の厚みが出たよ、だからこれからオリックスが来るかなっていうような感じがする、整ってきた感じですか、整ってきた感じがする、うんうんうん、それで今日、はい、ね、山下俊平太、うん、5対4ヤクルト、しかし、うん、山下俊平太5回82球無安打、うん、9奪三振2四球1失点、うん、まあ、見事に認めたという、
この1失点というのは初回西川にフォアボール盗塁の間に暴投になってランナーサードになり、うん内野ゴロの間に1点を取られてるんだよ、うんまあ、これだけでヒットなし、うん、野手は整ってきてる山下新平だったら戻ってきてる、うん、これはオリックス絶対来るよこれはやっぱね、うん、この前の佐藤とか斉藤、うんうんうん、若手が立て続けに、はい、ピッチャーね、うん、勝ったけども、うんはい、やっぱねピッチャーが揃ってきてる、うん、だいぶ、うん、だからいいと思うよなるほどただ心配なのは、はい、ヤクルトが9回3点を取って逆転勝ちするんだよ、うんはい、マチャド、うん、ねマチャドが3盗塁を許すんだよね、うんうん、その間に、まあ、点を取った時に、うん、中継プレーが乱れて、ね、一塁ランナーがサードへ行って、うんなんていうの、まあ、内野ゴロの間にまた1点取られるとかさ、まあ、ちょっと無駄な点をやりすぎるんだよね、うん、でこの3盗塁っていうのがちょっと気にはなるなるほど、うん、マチャドに対してね、うん、でやっぱこうヤクルトが仕掛けてきたまあそういうチームだけどもさ、うん、やっぱこうなんか対策をしないと、まあそこら辺でちょっと苦しむかなっていう感じはする。うん、まあ平野もあんまり良くない。まあちょっとこうやられるっていうことになると、せっかく野手が戻ってきた、うん、先発ピッチャーが整いつつある、うん、中継ぎでやられるっていうことになってくると、ちょっと不安だけどもね。はい、まあだけどオリックスはこれね絶対来ると思うよ。うん、後半戦。なるほど。あ、状態は上がってきてる。もうこの交流戦の前と後ろでは全然違う。全然違うよ。全然違うチームになってきてる。なるほど。うん、はい。ね、はい。はい。続きまして、うん、ロッテ対中日。うん、ね、種市、横山、メルセデス。はい。で中日は涌井、メヒア、柳。うん。で1試合目4対3中日。もうね。褒められた試合じゃないんだよ、はい、もうお互いエラーとか暴投ばっかりがあるんだよね、うん、で延長になって中田が決勝タイムリー打つんだけども、うん、これはね内野ゴロの間にまあ2点とか取ったりだとかね、お互いエラーをしながら失点をしていくんだよ、うん、だからね、まあ、4対3を接戦だったなって言うけども、うんなんか褒められたゲームじゃないんだよねなんかこうね両チーム小刻みに点がね1点ずつ1点ずつで、うん、だからこうその小刻みっていうのは1点ずつっていうよりも1つずつエラーをするというかさなるほど、ね、それがなんかこう失点に結びつくというかさ、うんまあ、そんな感じがするんだよだから少しねもうちょっと締まったゲームにならんかなというね、うん、でロッテは5連敗ね、うん、ミスも重なってねでこの試合で涌井が500試合登板を、はい、達成したというねすごいねおめでとうございます涌井、ね、はもう本当タフだしね、うん、本当に故障しない選手だよ、うんうん、でもう我慢してずっと投げるね、うんうん姿がこう目に焼き付いてるけども、はい、もっと打てるチームに行けば、はい、本当200試合ぐらいするんじゃないかなと思うんだけどね、うんうんはいまあ、そういう1試合目、はい、ただ中田がねうまくこう右に、タイミングが打てた延長でね、うんまあ、中田らしいスイングだったかっていうと、うんまあ、そうでもなかったんだけども、はい、やっぱ右に軽打に行ったよね、うんまあ、それがすごく印象的で、まあ、中田が勝負を決めてくれたというね、うんまあ、そういう試合でした、はい、で2試合目は10対0ロッテ、うんまあ、ブルペンデーだったんだよねロッテがね、うんはい、で5人のリレーで、まあ、無失点に抑えていくんだけども、はいまあ、この日もね中日がミス、うんサードスローメヒアが悪送球気味に投げて、はいまあ、周辺が抑えたんだけどそれを取ってセカンドに投げたボールがランナーに当たるという、うんねまあ、そこから失点をしていくというね、うん、で5回にはツーアウトランナーなし、はいロッテね、うんから藤岡ツーラン、うん、もうその後ランナーをまた出して外がタイムリー高部のタイムリー、うん、でまあランナーなしツーアウトからこういう攻撃がつながったっていうのはまああのロッテにとってはまあ久しぶりだしあの非常にいい攻撃だったかなというね、うん、まあそんな感じがします
で、ただ5回にはまあエラーもあったりとかね、中日の方はまたあって、まあ、それが失点につながっていくわけだけども、やっぱり中日はやっぱ打てない、点が取れない中で、やっぱいかにうまく守っていくのか、まあ、これ考えないと、やっぱエラーから失点をしているようでは、やっぱ追いついてこないよね。この日は3つのエラーがね。まあそうなんだよ。ということになってますが、だからまあここら辺がね、ちょっと中日は苦しむかなという感じがするけどもね。で3試合目7対2、ロッテね、ロッテが連勝した。カリステのまあ大島がツーベース出て、カリステの犠牲フライでまあ先制するんだよね。はい。まあでも2回上田がタイムリーす。友杉スクイズで、まあ、逆転、まあ、上田久斗明治大学、はい、で柳の後輩になるんだけど、先輩を打ったという、で後で怒られるでしょうみたいな、まあ、そんな感じがするんだけど、はい、まあ、友杉がね、そのランナーを置いて、スクイズという、で、逆転、はい、で5回にはポランコのツーランホームラン、まあだんだんタイムリーもホームランもうまく出始めたロッテ、ああ状態戻ってきたかなと思うんだよね。そのポイントを握る選手上田久斗、ドラフト1位で明治大学から入ったんだけども、はい、ああバッティングは非常にいいし、ああポイントになれる選手だなと思ってるんだけども、はい、残念なことは、フライを落とし、タッチプレーも甘くて、ね、ランナーを生かしてしまうというちょっと守備に課題があるかなというね。なるほど。まあそんな感じがするんだよね。うん、だからでも、はい、この選手がうまく育ってくると、ロッテの中心選手になってくる野手のね、まあ、そのぐらいの才能を持った選手だから、やっぱまあね、守れないっていうのはまあ致命的なんだけども、まあだからその守備にもね、まあ、意識を持って、まあ、千葉マリンのフライっていうのはやっぱナイターで風吹いてたらめちゃくちゃ難しいと思うよ。ただタッチプレー、タッチが甘いばっかりにちょっと逃げられて、3フィートだろってアピールしたけども、全然3フィートじゃない、そのぐらい甘いタッチしかいけない、なるほどね。いやだからまあそこら辺はプロなんだから、はい、しっかりした仕事をね、まあ、ちょっとしてほしいなっていうのは感じたね。はい、ただロッテも、はい、やっとこう悪い時からちょっと抜け出せたかなっていうような、まあそのポイントを握ってるのが上田であり、はい、ね、ポランコであったという、そのポイントを2人が、まあ、打ったというね、まあナイスゲームでした、はい、で中日の方は、やっぱ繋がらなかったな、まあまあヒットがね、まあ、ぼちぼち出てるんだけども、ちょっと流れが悪かったかな、まあ、やっぱりミスからね、失点をし負けるようになってくると、やっぱ流れが悪くなるよね、全体的な。だからここら辺はもう一度、まあ ZOZO マリンだからエラーをしたっていうふうに考えたいよね。まだ、あ、難しい球場だからやっぱね、年一使うか使わないかの球場だから。本当ですよね、はい、最後、はい、西武対、DeNA、ね、1試合目青山、高橋光成、渡辺、DeNA は浜口、東、石田というね、はい、石田投手は、右のね、ルーキーの、そうです、はい、石田投手です ね、はい、で1試合目、ね、5対1、ね、DeNA、はい、浜ちゃんよかったね浜ちゃんが戻ってきましたよはい、おかえりなさい、ね、浜口6回、101球、はい、4安打、まあ、3四球、まあ、浜口にとっては3四球、まあまあかなっていう、許してやらなきゃいけない範疇かなっていうふうに思うしまあ1失点というね、はい、で流れを作ったのはね、3回渡来のタイムリー、渡来タイムリー出るね、なんか戻ってきてからなんかすごい、いや生まれ変わったよ、やっぱり力みが、変な力みが取れてるというかさ、本当にバットコントロールがうまい選手だなっていうのは分かるよね。で6回にはエラー絡みで、まあ、2点を取るんだよ、で、まあ、8回は筒香タイムリー、佐野タイムリーで、まあ、計5点を取るんだけども、まあ、西武は6安打で、相変わらずやっぱ元気がないというかさ、
まあ、当たったチーム DeNA がまあ勢いをねちょっとここのところ増してきてるんで、うん、その圧に負けるかなっていうふうには感じるんだけども、やっぱこう打てない、そしたらまあしっかり守るっていうことができないかなっていう、うん、ちょっと守りからちょっとリズムが崩れたりとかね、まあいろいろしてるから、まあ、勝てないよなという。で DeNA の方はもう浜口が戻ってきてくれた、うん、これはやっぱでかいよね、うん、ケイ・ジャクソン、はい、このピッチャーがある程度日本の野球に慣れてきて、うん、まあ、勝てるようになってきた、うん、で大貫はこの前勝った、はい、で浜ちゃん、うん、戻ってきた、これはいいじゃないかで、ね、次の日、ね、投げる東、はい、これエース、うん、さあどうなった、高橋光成との投げ合い、はい、ね、4対0東勝った、ね、いいじゃないかって。でこの試合、ね、雄大のおかげです、ね、2回に1号ソロホームラン、ほんと、ね、よかったで5回渡来、はい、7回はオースティンがタイムリーというね、うん、やっぱこう小刻みだけども、うん、確実にというかね、うん、そういう点の取り方をしてくれるというね、はい、でまあこれはやっぱ東が安定しているからだろうね、うん、で東9回116球、うん、7安打4三振1四球の無失点、うん、高橋コーナー5回3分の2106球8安打3三振無四球3失点という、うん、うーん、高橋コーナーこんなピッチャーだったかなっていうようなちょっと思うけどもね、そうですよね、うん、ただ山本雄大うまく打ってたな、スライダーを、うん、あー、いや本当にね、雄大のおかげです、タオルもあるのでね、そんなな本当に本当に、まあ、東がなんか一時期春先かな、あんま調子良くないんじゃないかなとか思ってたんだけど、うん、なんかやっぱこう力を出してくるね、うん、まあ、安定してるというか連勝しました、はい、はい、で3試合目、うん、5対0、DeNA ね、3連勝ね、まあなんといってもねこの試合、うん、まあ、ルーキーである2試合目の登板、はい、石田ね、石田雄太郎投手ね、雄太郎、うん、ね、我が後輩、我が後輩中央大学ね、はい、9回95球マダックスですよね、え、ね、で4安打6三振、うん、無四球無失点、ね、あのね、うん、やっぱ見てるとねストライクゾーンにバンバン行くね、うん、投げっぷりがいいわ、うん、それとやっぱまっすぐのキレがいいだろうね、なるほど、まあ、よく言わしたよ、西舘よりはまっすぐは絶対上だって、なるほど、やっぱ学生の時から言われてる、そのまっすぐをさバンバン行くね、インサイドとかね、うん、それとやっぱコントロールもいいわ、うん、でね、うん、躍動感がある、うん、もう褒めちぎるけどさ、本当ね、いや本当に、ね、いや見ててね本当楽しいピッチャーだよ、なるほど、あ、うん、本当にね、はい、はい、で初回、うん、渡れタイムリー、うん、またタイムリーだよ、ルーキー大活躍ですね、いやこのタイムリーっていうのはさ、うん、俺内容があったなと思うのは、はい、桑原がね、うん、レフト線ツーベース打つんだ、でノーアウトランナーセカンド、うん、進塁打出してるんだよね、右方向に打てってランナー進めてくれって、うん、まあ高めのボール、見逃しは完全な高めのボール、うん、まあ、別に打たなくてもいいとは思うんだけども、うん、まあだけどそれをきっちり引っ張ってタイムリーにしたというところがすごく価値があったなと思って、うん、だから2番というあの打順に入れてるけども、はい、2番になってきてるよね、だから頼もしく見えたよあのタイムリーは、うーん、うん、で、まあ、この試合もオースティンが6回に、オースティン6回に打つケースって多いね、なんかあるんですかねそれ、なんかまあリズム的に3打席目とかそういうのがいいのかね、リズム的には、ね、でオースティンが6回にソロホームランで、まあ、援護してくれるというね、うん、うん、ただやっぱりこの試合はもう石田でしょ、ね、やっぱこう躍動感、この躍動感を忘れてほしくないな、うん、うん、なんかこう投げて楽しそうだもんな、うん、楽しそうだし、なんかこうみんなで勝とうぜみたいな、なんかこうみんなを鼓舞するような、うん、なんか背中で引っ張れる投手だなっていう、やっぱ野手ってあのピッチャーの背中を見て守ってるじゃない、はい、
で投げ方を見ても守ってるじゃない、うん、その投げっぷりがいいっていうのはやっぱり一つ勝てる要素かなっていうのをこのピッチャーを見てたらよくわかるね。野手からしてもやっぱそれはプラスの要素。いや全然プラスだよね、うん、なるほど、うん、まあそういう3試合でした、はい、まあ、西武はもうちょっと頑張れと、ね、もうまあ、頑張ってるんだろうけどもね、そうね、うん、なかなかやっぱこうエラーも出るしそのエラーが失点になるし、まあ辛い時期だとは思うけどもね、うん、まあ、なんとかね、まあこれで交流戦終わるし、まあ、レギュラーシーズンに戻ったらもう一回立て直してね、うん、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思う、うん、で DeNA の方は、まあ、石田が良くなってきた、まあ、東は安定、浜ちゃん戻ってきた、うん、これはねジャクソンがいい、K が投げれる、こうなってくると先発投手陣が揃ってきてるだけに、まあ打つ方はねそんなに心配ではない、うん、うん、だからこれはやっぱこうちょっと追っていけるかなっていう ね、体勢は整ってきたよっていう感じがします。はい、はい、ということで、はい、まあ勝敗、まあ1試合残しての勝敗だけども、うん、まあ勝ち負けは出ました。はい、ね、こうなりました。はい、ね、セリーグ追い上げてきてるんですが51勝とパリーグ53勝、はい、で引き分けが1つあったので3引き分けということになりました。そうだね、で残すは阪神日本ハム戦、そう、まあ阪神が勝ったとしてもちょっと一勝足りない、ね、一勝足りないということでね、まあでも最後はいい勝負になったね。そう、うん、なんか結構ね7ゲームとかね、まあ、そうだね、空いてたりとかしたから、はい、追い上げてきたんですけどね。はい、ということで、うん、まあ、交流戦はね、そうだね、あと1試合残して他のチームはおしまいになりました。ちょっとお休みになるけどもね、はい、楽天が優勝、はい、2位がソフトバンク、まあそうだね、うん、はい、っていう感じですかね。そうだね。でこれまあでもね、うん、状態を上げてきたのがやっぱもう当然言うまでもなく楽天だろうし、うん、まあ広島はね本当にあの状態は保ってるし、うん、まあ阪神もちょっとずつだけども上がり目が来るかなという、まあ、ソフトバンクはまあ安定してるし、まあ日本ハムはやっぱ中継ぎ陣、うん、これをやっぱこう再調整ということでねちょっと整備するとまたいいかなという、うん、でジャイアンツはこう岡本が当たってきてるだけに、うん、まあいいかなという、まあ、一進一退、まあ投手陣は安定してるからね、うん、だからまあ戦っていけるだろうと。オリックスは良くなってきたね、ピッチャーは揃ってくる、野手も揃ってくるね、はい、体勢整いましたという ね、うん、でヤクルトもいい感じにはなってきてるよね。でロッテ、うん、やっと抜けたっていう感じがする、うん、だからレギュラーシーズン入って最初のスタートが肝心だな ね、で中日踏ん張りどころに来てる、うん、ね、いつも言うんだけども踏ん張りどころ、ここで一回こうもう一回開幕のようなスタートダッシュができればまた戦うなんていうのこう意欲が湧いてくるだろうし、うんうんうん、まあ、頑張ってほしいということ、はい、でまあ西武はねまあ、苦しいだろうけど立て直して、うん、で DeNA、うん、ね、チャンスは大いに出てきてます。頑張ってください。はい、はい、まあということで火曜日に阪神日本ハムの、はい、交流戦ラストゲームがありまして、 そうです。その後、2日か水木と2日なくて、うん、金曜日からまたレギュラーシーズンの方に戻ります。はい、はい、巨人ヤクルト中日広島阪神 DeNA、はい、日本ハム楽天、あオリックス西武ソフトバンクロッテというカードになります。そうだね、まあ楽しみであるね本当ねなんか勝敗がこう見え隠れした部分のカードもあるけどもまあここのカードはやっぱ大事だなっていうカードもあるし ね、まあまあね、まあ一区切りなんで、うん、ね、まあリセットしてね、疲れを取る人は取ったりとか、ね、調整する人はその時間に当てたりだとか、うん、ね、いい時間を過ごしてほしいなというふうに思います。はい、ね、交流戦、うん、本当にお疲れ様でした。それと、楽天球団の関係者、うん、選手、ね、スタッフ、まあ、監督、ね、ファンの皆さんもね、ファンの皆さんも、うん、本当におめでとうございました。おめでとうございました。